森岡正宏は、日本の政治家、元衆議院議員、厚生労働大臣政務官、衆議院厚生労働委員会委員などを歴任。日本の領土を守るため行動する、議員連盟会長。学校法人なら大学評議員。奈良県立奈良高等学校を経て、1966年に、同志社大学経済学部を卒業。浅沼組。 大阪本店に6年半勤務した後、1973年1月から、当時の衆議院議員、奥野聖介の秘書となる。1980年7月から翌年11月まで、法務大臣秘書官。1987年11月から翌年5月まで、国土庁長官秘書官。1996年10月、自民党の新人候補として、 第41回衆議院議員総選挙に奈良一区から出馬したが、新進党現職だった高市さなえに敗北し、比例復活もならず落選。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙で民主党の新人候補、間ぶ澄夫を破り、初当選。2001年5月から翌年9月まで、党副幹事長を務める。2003年11月の 第43回衆議院議員総選挙では、前回から高市さないと、コスタリカ方式をとっていたために、比例近畿ブロックから出馬し、当選。同月、衆議院法務委員会理事、党総務部会副部会長、党厚生労働部会副部会長に就任。2004年9月から、厚生労働大臣政務官。2005年5月に、永久戦犯 極東国際軍事裁判について裁判そのものを疑問視する発言をしたため他の政治家やマスメディアから批判を浴びる極東国際軍事裁判は平和や人道に関する罪を勝手に作った一方的な裁判だ永久戦犯でありながら首相になったり外相になった方もいる遺族には年金をもらっていただいており日本国内では永久戦犯は 在任ではないと述べたほか、中国に関して日本は戦後60年間戦争したことはない。中国は少なくとも4回以上戦争したことを言うべきだなどと述べた。2005年7月5日、郵政民営化法案の衆議院本会議で反対票を投じたため、滝日法務副大臣、野瀬和子環境大事政務官、江藤誠一厚生労働省副大臣とともに、 政務官公哲の処分を受けた。このため、2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、自民党の公認を得られずに無所属で出馬し、当選したま淵澄を復活当選した鍵田った中米に続く3位で落選。2007年1月、次回の第45回衆議院議員総選挙に、前回と同じなら1区から出馬することを表明。 当時、現職であった、鍵田中兵、前奈良市長が、投資部長に就任していたため、前回に続く分裂選挙になる懸念も生じた。しかし、鍵田が2009年6月の奈良市長選に出馬することを表明し、議員辞職したことで分裂は回避され、5月28日付で森岡の復党が認められた。なお、2006年に、造反組議員が復党した際には、 優勢民営化の実現を目指す制約書の提出を求められたが、森岡の復党に際しては、特に提出は求められなかった。2009年8月30日に投票が行われた第45回衆議院議員総選挙では、奈良一区から自民党公認で立候補したが、3度目の対決となった、間ぶちすにダブルスコアに近い大差で惨敗、配率が低かったため、 重複立候補していた比例近畿ブロックでの復活当選もならなかった。2009年12月13日、次期衆議院選挙には出馬せず、政界引退を表明。2013年7月21日の奈良市長選挙に立候補したが、現職の中川玄に敗れた。ありがとうございます。